鬼は外、福はうち。まあ、うちには鬼ばかりが多いけどな。まあ、とにかく行くぞ。とか言ってな。あれ、あらら、みんなな、エンジンかけて行ってるのにな、住吉丸どうしちまったんだい。あらら、セルが回んねえな。やっぱ朝からエンジントラブルがこりゃ。どうなんだ。昔な、このようにな、朝エンジントラブルでな、動かんときっていうのはな、朝まで待つことはせんのじゃ。3時にな、すぐに鉄工所起こせってな、鉄工所さんに電話してな、眠たいのに寝とるのにな、すまんねんけど来てくれねえかってな、よく来ていただいた。本当に申し訳なかったの、今思えばな。3時頃起こされるんだからな、もう鉄工所の方も大変だとか思うな。よう働いてくれたな。で、まあこのエンジントラブルはな、なんとか朝セル回るようにできてな、鉄工所さんもお呼びせんでよかったなと思ってな、みんなより10分ぐらい遅れての出航じゃ。いない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 。おお、太陽が昇ったぞ。朝日とカモメじゃ。隣にトトロ。海南で居酒屋してると見せる名前がトトロでございます。網上げるぞ。しげが続いてな、ほぼ1週間ぶりぐらいの出漁なんだ。だんだんとな、暖かくなってきてな、春って感じになってきての、期待しとるんじゃ。1週間ぶりだからな、ぬくくなってきたしたらな、登り台じゃ。タイがそろそろ登ってくると、もう近いうちにタイが登ってくるとたくむな予想しておる。だからな、どうなんかなと思ってな、1回目の網はな、あまりにも魚がなさすぎてな、たくむね移すの忘れた。で、これは2回目の網じゃ。この網も期待するぞ。あらら、手で上げた。ショビンじゃ。ショビン。2回目もショビンだから、ショビン2じゃ。あらら、手で上げたな。1、2の3とか5レイもかけずに上げたっていうことはな、空っぽじゃ。あちゃ。前も目が空っぽやで。近くに網してる仲間の船もな、魚がないと、空っぽだと、あちゃーってもう今日も頭痛いのーと思っとったらな、今日は違ったんじゃ、網変えるぞって言い出してな。今まではな、立ち網しとった。でもこのまま立ち網してもな、立ち魚も取れんと、マナガツオもないと、今日は早めに判断してな、網変えるぞっていうことでな、あら網に変えてな、他の魚を狙いに行くと思う。3回目の網からな、船長が息子さんに代わってな、あら、どうしてかなと思って聞いたらな、息子さんが力強く言ったの、この辺はわしに任しとけと、この漁は自信があるんじゃって言っての、おって匠に思ったんじゃ。そういやな、年明けに来た時にな、こいつこの辺やったな、もうそこがそこなんだなと思ってな、何やら自信があるようじゃの、楽しみじゃ。元彼の匠もね、こっちおいで、戻っておいで、僕のところへ、さあおいで、忍、おい、忍は忍ちゃん。荒網にやっての一発目の網、あげるぞ。荒網っていうのはな、太刀魚網よりはどちらかといえば小さい。小さいからな、磯とかかかり、ポイントの近くを攻めやすいと。でもな、その分網を傷める可能性は高くなるわけなんじゃ。やっぱり際どく攻めるからな、ぼーっと何もないのたっぽしとっても魚が少ないからな、荒網は攻める、攻めるっていう感じでな、攻めとるぞ、網上げるぞと思ってな、あれと思ったらな、あれじゃ、手で上げたの、力んどったけど手で上げた。翼が入ってるの、ハマチの子じゃ。一番大きいのがクリ、ハマチ、ツバスや。分かりやすく言えばそんな感じ。てな、ちょっとな、元気がないのと思ったらな、網じゃ、網がまだな、いかんじまってな。あららら、正月にもな、同じようなことした時にも網がいいんだって。
またいたんじまった一発目でいあちゃー1回目の網は魚がない、2回目もない、3回目で網がいたんだ。あちゃちゃちゃー、どうなっちまうんだ今日は。タクムネ、俺ら忙しいからタクムネ魚さばいてよっていうことでな、タクムネが急遽魚をさばいたと。イカをプツプツっと切ってな、タイをウロコとってプツプツっと切ってな、それでハゲじゃ、ハゲも煮付けにするためにプツプツと切った。でもな、タクムネな、どれが肝でどれが内臓っていうのはタクムネの視力じゃ見えんからな、適当に入れた。で食べたらな、苦いとこあった肝もほっちまったかもわかんねえな、ごめんリンコ網あげてるぞ。じゃまたうんとこどっこいしょっちゅうことでな、手であげた。どうじゃ、またハマチかな。今日は初めてこれを使うわけなんじゃ、ナンバじゃ、ナンバを使って釣り上げる。タグにワクワクしてきたぞ。魚か、タイか、クジラか、イルカか、ハマチかブリか、なんだ、何がいっぱい入っとるっていうんだ。お、あれあれ、ほらほらほら、おっと、なんだ、
網はやっぱり忙しいの。網をな、40分も1000マイルぐらいにあげるから何回もあげるわけなんじゃ。ご飯食べるのも忙しかった。で、これ、タクムネな、2倍速にしとる。2倍速でもタクムネの動きはスローじゃ。スローリーじゃ。ちょっと手伝いでしょと思ってな。動いとるんだけどな、タクムネだけ2倍速って感じせんの。おっそう。ハマチがな、酸欠状態を起こしてるっつってな。池間が小さいからかな、魚の容器入っとるからっていうことでな、こっちからあっちに移してくれっつってな。タクムネな、適当に玉突っ込んだら入るだろうと思ってな。タクムネ、これ魚が見えてすくっとるわけじゃないんじゃ、突っ込んだら入るからな、やってみた。でもな、この玉が小さくてな、やりにくかった。タクムネもお手伝い。やり出しをたどむお手伝いじゃ。やり出しっていうのはな、このように翼を広げるように網を広げるときにな、ウィーンってこう広げとるやつあるでの、あれがやり出しっていうわけで、俺の引っ掛けるのたどむわけだよ。船長今日はな、荒海に帰ってな、よかったなって感じしな。ハゲな、長ハゲ、大きな長ハゲじゃ。これまためちゃめちゃうまそうじゃ。もう長ハゲが取れたらよかった。本当にこれな、山直にも並ぶな。これ買っていただきたいな。本当に大きいとこへ。カワハギはな、肝があったら薄作りでな、肝もちょっとまでまでしてな、一緒に薄作りで食べるんじゃ。むちゃむちゃうまいぞと思ってな。でこれからはな、暖かくなるたんびにな、登りたいじゃ。魚が登ってくるからな、鯛がいっぱい取れるぞ。もう楽しみじゃ。今日は浜の打たせはな、ハマチもむちゃむちゃ並んどるぞ。ハマチにハゲに鯛、そしてな、タクムネこないだな、もらってむちゃむちゃ美味しいのがあったんじゃ。カレイじゃ、カレイの干したの本当にうまかったな。タクムネが干したら失敗したんだけどな、もうベテランの方がな、干したらうまかったな。やっぱりカレーはうまいぞ。ご覧の感じだな、今日の量はご覧のようでな、タッチャミはな、本当に今日は魚が少なかったって聞いたの。1週間ぶりに行ってな、こんなに少なかった、ちょっとショッキングだけどな。まあでもな、これからじゃ登り台、絶対タイが登ってくるからな、もういろんなところでタイが取れ出すぞ。タクムネは間違いないぞ。見てごらんなさい、この立派なハゲ、ハゲハゲ、いいじゃろう、これ本当にうまいぞ。このハゲーって言ってな、そんな政治家おったの、このハゲーみたいな。ごめん。GoPro タクムネじゃ。 YouTuber みたいだろ。夕日が綺麗じゃって、もう雰囲気だ、仕事悪いと思ったらそうじゃないんじゃ。これからサランラップ巻きにな、山直に行くわけなんだ。忙しいぞ今の漁師は、いろんなことするぞ。黙れんぼきた、黙れんぼきた。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タクムネでございます。よかったらこのタクムネと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タクムネ、会場安全、大量満足。では登録よろしく。